はい、始まりました。しゅうちゃんオートです。本日から始まりました、川口オートですね、今日初日を迎えております。キュープラまでね、あと3週間ということでですね、川口勢がね、どんな形で、ね、仕上がってきているのか、今日は、ですね、とりあえず朝練を見に来ました。はい、レースの方はね、5レースからやっていくんですが、自宅でやっていきたいと思っております。今日もですね、最後まで楽しく灼熱走路でございます。はい、よろしくお願いいたします。さあ、1本目の5レースですね。ここは中野選手と正野2位に、ね、ここワンツーで、もう折り返して、ここで勝負でございます。さあ、問題は3着争いかなっていうふうに思ってますが、さあどうなる。いけ、2位がスタートいった。2位がいったか。3から松尾博文がスタート先行しまして、中野が最後尾7番手からの競争であります。颯爽と一周3コーナーでは柴崎は高石のうち抵抗する。外から5番の高石、競争は2周回目。先頭片岡、さあまず2位が真中選手をかわして、さあドリタもついても、高石は少々大回り。後方からはじわっと松尾が接近。5番手から4番手の高石のインコースを攻め込んでまいりました。さらにはその姿を前に見ながら、高石選手がね、最終走でやっぱり、ね、気配があんまり良くなかったので、どっちかというとちょっとね、タイヤのかかりが悪い感じがしましたね。ちょっと、絡んでる感じがあった。4番手に交代したのは柴崎、さらには中野が5番手の位置であります。逃げるのは片岡、2番手に長谷川博、この3、4コーナーのカーブでは先頭の1番片岡に追いついた。さあ、最終ハンジが一車一車きれいに抜いていって、そして長谷川選手がまず頭に立つ。さあ、あとどうなる。折り返し地点、3番手には松尾、4番手に中野。さあ、人気勢が3番手、4番手の位置、この3コーナーでは慎重に片岡を捉えました。松尾の姿を見ながら、そしてまた乗り田もいった。こうなると早い。あと2周あれば行っちゃうっしょ。残りは2周回終盤戦であります。さあ、有り余るスピードで長谷川を飲み込む勢い。松尾を広組、3コーナーでもあっさり外まで抜き去っていきました。抵抗もなしく長谷川2番手に交代できます。乗り田はちょっと頭狙いに行っちゃったな。今なブルーフラッグを今通過しました。師匠を終えまして、中野が3番手の位置。さあ、切り返しの体勢から長谷川の内側に並びかける中野の乗り人。まあ裏っかいなかったが、まあ仕方がない。長谷川3番手、先頭は松尾、松尾が先頭だ。中野2番手。さあ、2位1着おめでとうございます。さあ、6レースですね。ここは山立ね、最近まあまあ調子いいと僕は思ってます。はい、あと雄一ですね、まあ、落車後ね、どういう形になってるかどうかちょっと心配ではございますが、さあどうなる。いけ、雄一がスタートいった。そして秋田選手食われた。1番の兵藤博和がまずはレースをリードします。塚本が接近、早くもリコーナー立ち上がりではトップを狙いましたが、ここは兵藤がこらえています。3番手竹内、4番手に石橋。さあ、後ろのピッチャーどうだ。武藤博美が秋田を叩いています。そして最終班から佐藤雄二が先手、今7番手の位置。競争は2周目に入りました。雄二が内から行ってるけど、これどうなんだろう。伸びてるか、伸びてるか。早めに上がりました。ムーちゃんが空いてる。これインコースガラキやみんな。3番手
体重班の2人も着々と前との距離感を縮めにかかっています。残り4周回、ここで3番石橋の内を潜り込むようにして佐藤雄二、今4番手に上がっています。逃げるのは兵道、追って2番手から滝内、インコースをめがけるのは武藤博美、さらには4番手佐藤雄二、自慢さあ山田そろそろエンジンかけないと。さらには8番の山田も上位争い加わってまいりました。残りは3周回、1コーナーでは竹内のインコースを狙った武藤博美、ここでいやー竹内さん飛んでいっちゃった。さらには先頭の兵道を捕まえる、佐藤雄二もついていく。8番の山田は現在山田すがちょっとあれだな、キレがないな。佐藤雄二がさらには2番手の兵道を捕まえた、山田もついてくる。残りは2周回終盤戦です。武藤の勝負、佐藤雄二2番手の内、山田内が潜り込むようにして3番手に上がった。前面勝った佐藤雄二、1回待った。武藤がわずかに先頭だ、武藤が先頭だ。次行くな。ビッタリマークの佐藤雄二、ちょうどその差は1写真ぐらい。ここで前面をかけるか、いやー滑ってる、まだかからない。残り1周ブルーフラッグを通過しています。最終班の2人にマットをかける武藤博美、武藤が先頭だ。佐藤雄二、いやーこれはちょっと届くそうで、3番手が山田、タイヤがいっぱいだ。最終コーナーに向かっています。武藤先頭だ、佐藤雄二、山田達也、最終班の2人も従いまして、武藤博美、武藤選手おめでとうございます。7レースに水木登場でございます、ね、シロタイム1人だけ3号手形で抜けております。果たしてねこのショータイム通りになるのかどうか、まずスタート早船さんとね勝負でございます。さあ行け水木。レップさあ行った。まずは別府が花を切りまして主導権を握ります。中段4番手相馬をさばいてこようとする落合になりますが、相馬を抑え込んでいます。最終班から小林瑞希は先手、最後方から早船歩夢、レーサーボルから2周回目。さあ2番手争いに角前が入ってまいりました。相馬から豪快にまくっていくのは4番相馬、少々流れたのは1番橋本陽介であります。3番手には4番相馬が上がりました。ぐるっとカーブで追いつこうという試み。4番手には落合、その後ろ6番の鈴木正光を攻めてくるのは小林瑞希。さあ別府さんの壁だよね、問題はここ、こっからよ。4番8でありましたが結構な動きであります。2番手角貝、3番手が相馬という並び、4番手に5番の落合、この3コーナーではまくっていく角貝。さあ問題まくれんだろう、別府さんのことはまくれんべよ。角貝さばいてくる、4番相馬が2番手に上がった。残りは3周回、今上位争いまでここで小林瑞希が絡んでまいりました。そのうちは入れるか。ここで別府のインコースを、うわ入ってきて自己に来た。コーナーでは相馬が先頭に上がっています。3番手からそしたら2着だ。小林瑞希間に終わるか。残りは2周回終盤戦です。先頭相馬追い上げるシチュエーションを小林瑞希が作っています。さあ少々大回りの相馬に対しましてインコースから、ここで小林瑞希がぐっとバイクを伸ばしてきました。さらには3番手形成逆転、相馬選手そこよく入ったな。レーサーの残り1周のブルーフラッグ、先頭は小林瑞希、そして相馬、角貝の並びであります。後方集団落合、鈴木、増光、早船、苦しい展開になりました。最終コーナーに向かっています。2番手相馬、3番手が角貝、人気通りか。体勢は固まった、間もなくチェッカーフラッグ。ここは小林瑞希、はい瑞希おめでとう。さあ8レースですね、なんと1番人気は伊藤玲ちゃん、ね、ここスタート原選手より先行ってあと独走ですね。さあ平田選手が追い込んでこれるかどうか、それが注目です。さあ行け、わー玲ちゃんいいスタート切った。そして
30メートルでは外から5番の君和田裕二、これは早いぞ。6番の福村がその白継ぎを叩いて5番手からの競争になりました。先頭は2番の伊藤玲です。2番手は1番原菊太郎、さらには岩佐、君和田が続いています。ここに競り込んでくるか6番の福村忠則。さあ福ちゃんも抜け出しが早ければ、インコースからいやーそこ行きたかったな岩佐さんの千葉で。5番の君和田裕二が抑えるか、やや立ち上がり滑った。ここで福村が4番手に上がっています。先頭独走伊藤玲、ご覧の大差をつけております。2番対1番の原の後方が集団になっています。ここを切り抜けてくるのは岩佐よし、岩佐が2番手に上がった。さあ外攻めから平田も上位争い加わろうとしております。3番手に福村、4番手が平田正隆、先頭は伊藤玲、アドバンテージはもう 40m 高くあります。ちょっと待ってるな、福村忠則、残りは3周回、抜け出せないよ。福村坂田区3番手、平田正隆4番手の位置、そのペースで落ちかないんだよ。大型は現在5番手を待っています。さあっとインコースを狙った福村、入りきれない、バイクを引いて、ここがチャンスと見て平田のまくり、食い止めるか福村、抵抗している。さあ内側から抵抗していますが、力抜きで平田を抑え込んで、さらには2番手の岩佐を捕まえました。残り2周回で2番手に上がったんですが、もうこの距離はきついな。さすがに残り1周半では厳しい。3番手6番の福村が上がってきています。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグを通過しました。完全なる独走態勢、伊藤玲が先頭です。平田が2番手の位置、6番の福村3番手、1周足らずか。結構先頭2番手距離は縮まってきましたが、態勢変わらず3番手6番の福村、最終コーナーではその差は2写真というところまで来ましたが、伊藤玲の逃げ切り。さあ9レース加賀谷武明登場でございます。9レースの始動タイム38、どうなんだろう。5秒を切ります。さあ藤岡さんとのまずスタート勝負、どういう結果になるか。加賀頑張って、さあ赤だよ、3が早かったか。1号車と3号車が該当選手になります。1番三宅真央、3番石川、なんと2車ですね、真央ちゃんと石川パパ両者がフライングということで失権でございます。5秒を切ります。さあ再発走、加賀またしっかりスタートを切っていきましょう。さあ行け、スタートしました。今度は決まった。 20m 線ではインコースから岡本さんのスタートがあんまり効いてないな。ゼロの三宅に接近しています。まずはギリギリスタートを残した三宅真央が先頭です。2番手石川、石川がトップを狙います。3番手は2番の岡本、4番手には牧野がつけています。先頭は1番三宅、2番手から石川、レースはこれから2周目に入ります。1番の三宅を捕まえました。石川が先頭に上がりました。さあ加賀どういうレースするんだ、ここから3番手岡本、4番手に牧野、その外から6番梅内です。梅内がこれ5番の牧野を抜き去りまして、ついていくのは藤岡。加賀谷も最後尾からまずは2台さばいて6番手あたりまで上がっています。残りは4周回、軽快に石川がレースをリードしています。これ外外じゃつらいぞ。さらに岡本、梅内と続いております。梅内が3番手の、これちょっと加賀つらいんじゃないか。攻めていこうとしている 3,4 コーナーのカーブ、ここはギリギリ三宅が抑えました。そこで打ち、そうそうそう、あー滑った。それがあるんか、それがあるんか。リードをつけました。梅内が重犯罪からは先手先手の仕掛けで現在2番手の位置、藤岡もついていく。加賀谷は中段からようやく今5番手あたり上がってまいりました。足いやあの一滑りがあるんか。どうだ、カズ頑張れ。梅内藤岡が続いています。先頭リバントの距離がじわじわと縮まってきた。梅内がリバントの位置からトップを狙います。さらには3番だから藤岡にもまだまだチャンスあり、加賀谷は4番コーナースピードがない、リアが滑ってる。残り1周ブルーフラッグ通過するところで梅内が捉えました。残り1周で梅内が先頭に上がった。石川膨らんだ、救ってくるのは藤岡和樹。加賀谷も4番だから最後の、さあ3コーナーでは体を並べるところまで来るか。3番だら遅い、戻ってこない。梅内美京、外から藤岡迫っている。いや梅内さんおめでとうございます。
2.3 倍です。さあ10レース中村雅人選手登場ということでね、ここ大人気でございます。続く人気が篠崎選手ですね。思想の気配はすごく良かった。さあこれでガチガチの1番人気で決まるのか。さあ行け。1番の上浦スタートはまずまずであります。ローマン・コーツカが10メートル前の石田博樹を叩きました。雅人が行った。中村も最重半から先手を取りました。7番手からの発進です。篠崎がまずは5番戸塚の内をさばいてまいりました。さらには2球者の石田博樹が狙います。これはガチガチになりそうだな。先頭の上浦、2番手に鈴木啓司がつけています。レースは2周回目に入りました。コースが3番手石田が続いています。そのインコースから篠崎、早くも中村雅人がここに追いついています。さあ中段を一気にさばいて4番手か。うわ篠崎さん1回引いた。2番鈴木啓司が上村をさばいてトップに上がりました。3番から食い込んでくるのはコースか。おお上村がやり返そうとしている。上村が鈴木啓司をやり返そうとしていますが、いやコースか選手1回引いちゃった。ここは刺した4番コースか。外から中村雅人、インコースから篠崎も来ておりますが、ここは縦横無尽に駆け抜けまして中村が2番手に上がっています。ほんまにもいい、素晴らしい。鈴木啓司まで捕まえる。残りは3周回、2番手には鈴木啓司、さらには高塚、篠崎、実と続いております。篠崎が4番手から攻める気満々だ。インコース、しかし4番高塚が先に3コーナー打ち突っ込むようにして2番手に上がっています。鈴木啓司3番手、篠崎、実も僅差の攻防。さあ一番人気だ。2番手争いが注目。高塚と篠崎、ミドルの勝負であります。その差は2写真。自慢と6番の篠崎が差を詰めようとしています。2番手は高塚、カーブで追いつくか。篠崎、ミドル3番手、その差は1写真。さあ2着争いどうだ。体勢を整えて、まあ、篠崎さんがいっぱいちょっとリアルが滑ってるね。2番手は高塚、3番手篠崎、ミドルの並び。この感覚まだ突っ込める距離感ではないようです。最終コーナーに向かっています。車は篠崎さんのがあるけどね、やっぱ後半だからちょっとタイヤきつかった。マダ選手おめでとう。11レースで佐藤レイ君登場ということでね、ここはねペースは上がらないと思うから、レイ君外からねブンブン回していけばね、もう確実に頭じゃないかなと思ってます。さあ行け。今原はギリギリスターター残しました。40戦から浅香潤が先手を取りまして、小林明を一まくり今5番手に上がっています。先頭は阿久津のインコースを攻めて白山、まくって攻めるのは稲原良太郎であります。前が団子状態になりました。さあまくった勢いで稲原が先頭と白山、さあ団子になったよ。そうするともうあとはかましだ、かまし全員かまし。臨場してくるのは佐藤玲であります。いけまくれ。さあ佐藤はインコースでさばいて今2番手に上がった。そして4番手福田裕二を豪快にまくって攻めるのは佐藤玲であります。今ホームラーでは3番手。さあタイヤのあるうちに早めに先頭立っちゃおう。稲原良太郎がレースをリードしています。さあ浅香潤がトップを狙いまして、切り返しの体勢からここで稲原のインコースをとさせません。3番手から佐藤玲が外からスーッと迫ろうとしています。前の3人ひとまとまり、ここはさあ内をついた。ここ一発行きたいね。1コーナーでは浅香のインコースまでバイクを伸ばした佐藤玲が2番手に上がっています。先頭は稲原、2番手は佐藤玲、良太郎選手だけ浅香潤という並びになっています。稲原がレースをリードしています。2番手は佐藤玲、ここでインコースから稲原を差し切る勢い。残りは2周回、さあしっかり佐藤玲が何の問題もなく首位へと躍り出ました。そして3番手は浅香の内を攻めてくるのは吉田優也。吉田が浅香を刺すか。浅香が抑えている。浅香が抑えまして3番手の内。さあ稲原さん頑張って2着で残ろう。あと1周のブルーフラッグを今通過しました。焦点は2着争い、稲原が守り通すのか、それとも浅香順。もう終盤いっぱいいっぱいになっております。逆に4番手は吉田優也。浅香優也入れるか。入れ。ここ浅香がこらえました。2番手稲原、3番手が浅香順。まもなくチェッカーブラック佐藤玲。さあ玲君初日おめでとう。
さあ最終レース、クロちゃん登場ということでね、今回のシリーズリーダーでございます。ね、思想タイムも一人ちょっと抜けてる形、走論度も下がってきた。さあクロちゃんしっかり初日頭でクイズ。さあ梨坂さんといった、30メートルからは石井大輔がスタート先手を取りました。石井選手がスタートいったよ。ショータイムはちょっと劣勢だったけどどうだ。ついていくのは谷川和孝、そして7番の瞳が6番手、内をさばいてくる6番の田辺、最後方から黒川京介、競争は2周目に入ります。リサ捕まるか、早いな。さらなる前進に成功しております。中野が大逃げ、2番手石井大輔、そして3番手には内をややバイクを引いてしまいました谷川、外から瞳、そして瞳選手ちょっと外で厳しいな、これどうだ。さあここでリサがちょっと壁になってる。捕まえました石井大輔、先頭に上がりました石井。3番手はさあ黒ちゃん後ろついて、外から瞳、そして黒川も今5番手から4番手前を狙います。田辺選手がちょっと伸びてこない。そして肩のリサ、内が開けば狂える、内が開けば来れる。先行するのは石井大輔、さらには瞳、黒川京介、今バックガード3番手に。いやーこれ堅い決着になりそうだな。また石井大輔がレースをリードしています。瞳が追いつくか、3番手黒川京介、人気の3人による競争になりました。残りは2周回、黒川の動きはどうなのか。さあ7番の瞳が先に先頭に立つ勢いなのか。石井一発いった、こうなると瞳さん強いぞ。やや一敗になっております。おっと瞳が勢い余った、ここで黒川も目の色が変わった。残り1周のブルーブラック、しかしまだ先頭には距離がある。瞳が先頭だ、黒川2番との位置、その差は3車種あります。最終コーナーに向かっています。瞳がトップ、黒川2番との位置、石井3番。いやクロちゃん届かずだ。最終コーナーをクリアしました。いや瞳選手おめでとうございます。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや今日はちょっと硬かった。最終レースね、クロちゃんがねちょっとね、まああれはね、瞳選手がね速攻が決まったって形だったんでね、あんなってしまうとね、ちょっとクロちゃんもね厳しいかなって感じでしたね。はい、あとはねやっぱり8号車、素晴らしいね今日は本当に。明日ね、まあ短期戦なんでね、明日もすでに準決勝、明日からが見もの、明日結構荒れるんじゃないかなと思ってます。明日もやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです、チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。